こんにちは、リカリカです。はい、今回はじゃーん、新作スタバの発売日ということで、今日はウーバーしました。はい、頼んだものがこちら。じゃーん、ウーバーは形が変わっちゃうの知らんかったんやけど上のホイップがね、なかったんですけど、なかった。11月24日から発売開始になった、はい、ホーステッドホワイトチョコレートフラペチーノ。ホワイトチョコ絶対美味しい。そうで、もう一つのあったかいのも、うん、ホワイトチョコレートモカなんやん。わぁ、絶対美味しいやん。この上に乗っているものがホワイトチョコレートでコーティングしたマシュマロ。絶対うまいやん。と、あとこんがりと焼いたホワイトチョコレート。これで焼いたホワイトチョコレート、いただきます。わあ、おいしい。うまっ。で、今日はちょっと朝とってるんですけど、はい、お腹すいたので、これとブラウニーみたいな、そうケーキかな。もう11月24日なので、うん、来月のちょうど1ヶ月後はクリスマスということで。そういうことか。なので今日はクリスマスのことをちょっと振り返ったりしようかなと思います。な、うん、うわあ、チョコうまっ。うん、ミカラジの恋人と過ごしたクリスマスはないですね、うん、ないよな。ほんと中学校とかの時に、うん、好きな子も呼んでみたいなのあったけど、うん、付き合っとって一緒にクリスマスみたいなのはない。あ、でもまた1ヶ月後なのでリカはまた全然期待してますけど。しかも占いやったら今年中にできる。あ、そうなんですよ、うん、それ言ってなかったよな、みんなに。東京大神宮っていうところに美容師さんにも教えてもらって、メジャーさんにもいいって聞くよっていうのを聞いたので、うん、都内で行ったんですよ。みんなから言われたから、そう、みんなから言われたから、これ呼ばれとんなと思って行ったんですよ、うん、そしたらおみくじがあって、おみくじ引いたら、うん、リカは中吉やったんよ、うん、お、中吉やったんか。そう、うん、で、星座とか血液型とか、うんうん、めっちゃ詳しく書いてあって、うん、縁談、うん、っていうのに、今年中に良縁がありますって書いてあったんよ。それがさ、恋人なのか、うん、縁やから普通になんかこう何、あ、そういうことか。多分で、縁談とはいい人にね、縁談イコール結婚話じゃあ違うやん。よくわかんないね。いやね、縁談が縁やからさ。そうやね、リカはその今年中に良縁がありますっていうのを文字だけ見てたんですけど、うん、縁談とはお調べてなかったけど、やけどまあ縁があるってことですよね。いい縁があるっていうことじゃない。そうやね、良縁やもんな、うんうん、リコはそこが人生は長いって書かれとって、うん、そんなんさ、もうさ、すぐできやんってことや、うん、みんなはクリスマスは彼氏と過ごしたいですか？友達と過ごしたいですか？うん、リコは友達と過ごすクリスマスしか知らんから、うん、今年も友達やろうなと思っとるけど、友達と過ごすのが負け組じゃないから。いや、でも友達と過ごして、でもいつも、うん、あー彼氏欲しいって言うよ。それは言うでそれは言うから言うやん。でもなんか最近思ってきたけど、うん、彼氏欲しい彼氏欲しいって言っとるけど、うん、実際のところどうなんやろと思って、うん、ほんまに仕事と、うん、友達とっていう毎日やから、どこに彼氏の時間を使うかっていうのを考えた時とか、うん、なんで彼氏が欲しいんかって考えた時になんか分からんなってきて、うん、いらんかもって思うよな今な、うんうん、でもさ、好きな人がおったら楽しいで。そうやな、それはみんなに言われる。彼氏おる人とかみんな可愛いから、うん、やっぱ恋すると可愛くなるのは分かるよ。でもリカたちは友達と充実してる時はめちゃくちゃ笑顔やから可愛いんよ、うん、どっちにしろ楽しかったら結果オーライやん。そうやね。そう、だからね、なんか最近分からなくなってきましたね、うんそれがあの恋人できない人の特徴じゃないでしょうか。理由だよな、はい、この間遠い親戚で同級生の男の子が東京に来て一緒にご飯したんですね。なんでリカたち彼氏できやんと思うっていうのを聞いたんですよ、うん、そしたら、あ、その子の彼女に会ってリカたちに足りやんもの何って聞いて、うん、何でも好きみたいな、食べ物が、野菜も大好きやし好き嫌いがないって言ってて、あとアニメも好きだったな。あとアニメも好きやし、なんかいろんなことに興味あるから、うん、もう共通点がいっぱいあるみたいな、うん、言っとって、うん、あ、そう
そういうことみたいな。でもまずそこじゃないから、出会うまでにさ、だってその好き嫌いとか分からんし、うん、趣味とかも分からんやん。出会う人がおらんねん、まず。はい、会う子会う子にさ、出会いないよなみたいな、最近どこでみんな出会ったのやろうって言っとる子が結構多い、うん、多いな。そう、めっちゃ多いからみんな悩んどやなと思って、うん、なんかこれ思うんだけど、うん、東京の高校生めっちゃかっこよくないですか？わかる？やりたいとかそういうのじゃないけど、うん、なんかオーラがあるな、うん、制服着とるから、うん、サラリーマンの人かなみたいな、うん、社会人の人かなって思ってみたら高校生やったとかよくあるから、うん、東京の高校生やっぱちゃうなと思って見てるんですけど、いつもな。女子高生も可愛いし、可愛いよな、うん、でもみんなスカート短いから心配になっちゃう、うん、あのスカート大丈夫それ短いよと思ってさりげなく女の子の後ろに行ったりする、うん、ほんまに、うん、危ない危ないと思って、エスカレーターとかでもさ、めっちゃ気にしながらね、スカート触りながらさ撮る子とか多いけど、うん、もう後ろ立ったろうと思って見えへんように立ったろうと思っていつも立つけど、ひらちゃん膝下でしたよ今でした。予定出かける前の2時間前とかに起きたりするんですけど、うん、今日はめっちゃ早起きして、今日はこれ食べるためにウーバーせなあかんと思って、うん、早起きした。うん、ミノトリコ結構スタバの新作始まったら動画とか、うん、ライブとかでするんやけど、みんなそれ楽しみに見てくれてるのか、うん、みんな言ってくれるやろな。あ、ちょっと待って、またさ、スタバさ水曜日やん。うまいな、ミカラに合わせてきてますか、スタバさん。そういう決まりがあるんじゃん、もしかしてもしかしてミカラにレビューしてほしいから合わせてきとるかも。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。というわけで今日は1月24日に発売のスタバの新作を飲みながらクリスマスのお話やったりをしました、うん、とりあえず、クリスマスまでに彼氏作れるように頑張ります。まだ残り1ヶ月、うん、頑張りますそれでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。